あと少しで終わる。明彦、体の調子が悪いのか。さっきから息が上がっているようだが。俺なら大丈夫だ。それよりこいつを気にしてやったらどうだ。こいつも転入早々入院して授業が受けられなかったんじゃないか。確かにそうだな。去年の私のノートだが、よければ使ってくれ。授業内容はそう変わらないだろうからな。相変わらず完璧なノートだな。教科書より分かりやすい。褒めても何も出ないぞ。だがそうだな、ノートの取り方には少々こだわりがある。授業中は先生の話に集中し、メモに留めておく。後で内容を構成しノートにまとめるんだ。時間はかかるが、後の復習もはかどるし効率もいい。日頃から計画的にこなせば試験も余裕だろ。なら目を覚ましてやろうか。冷えればしばらく眠気も吹き飛ぶかもな。ミツルの言う通り、効率は大事だ。時間は誰にでも平等だが、それをいかに使えるかで成長に差が出る。ああ、時間は1秒たりとも無駄にはできない。ではそろそろ勉強に戻ろうか。よし、終わったぞ。おい、明彦、その汗に息切れ、やはり体調が悪いんじゃ。いや、実はずっと空気椅子してたんだ。ノートを写し終えるまでやめんと決めてな。勉強と筋トレを同時にこなす、これが効率的な時間の使い方というやつだろ。お前というやつはいつも完治前に無茶はするなとあれほど言っただろう。効率重視と言っても極端すぎる。君は絶対に真似してくれるなよ。よし、みんな結構進んだな。今日はここまでにしよう。